アイドルグループ、乃木坂46の久保しより、21のファースト魔獣交差点、11日発売、集営者より、新たなランジ、リーカットが10日、公開された。今回解禁された、は、山形のホテルの一室で撮影したボルドー、ランジェリーカット、久保の透き通るような、をさらに引き立てる大人っぽい写真とな、いる。久保は、 先日解禁したランジェリーカと同じく、この写真も1年を超える撮影期間の半に撮影したもの。こちらの方が、さらに少し、ケゴに撮影しているので、より大人っぽいキリ、気に見えていたら嬉しいです。とコメント、寄せた。同写真集では、大好きな地元東北都婚、生活拠点の東京で、1年以上に及ぶ撮影を、通し捉えた。 今までに見たことのない元の表情が、はじめ。撮影は、雪の山形からスタートし、今春に東の桜で締めくくった。雪にはしゃく無邪気な、から、温泉街での色気漂う表情、部屋でのリラックスした元の瞬間や仕事の現場での顔まで、20から21にかけての久保氏オリドキュメントとな、いる。公式ツイッターアカウント、久保氏ファーストでは、 写真集、関する情報を随時更新している。